皆さんこんこにちは大阪市立堀江小学校の川村です本校は平成25年26年度と大阪市の学校教育 ICT 活用事業のモデル校として主に教科の学習を中心に ICT の活用の研究を行ってまいりましたその研究の成果はフューチャースクールの6類型に、えー、まとめました昨年年度度と本年度 パナソニック教育財団の特別研究指定校として ICT を活用した思考力判断力表現力を育む授業の創造総合的な学習の時間での共同学習を通してという研究主題で研究を進めてまいりました目的としましては思考力判断力表現力の獲得総合的な学習における 児童の能力の変容や学習に対する意識の変容を分析するというものです成果の目標としましては児童保護者参加者などから目標とする数値を達成できるように取り組んでまいりますそして情報活用能力を育む授業児童主体の共同学習 思考力判断力表現力を育む授業の創造を目標にしております昨年度10月2日には3年生堀江の自然を見つけようという単元で収集した情報を整理共通点を見つける分類を行いました4年生では子ども向け大阪のガイド作りをタブレットを使って行いました5年生では身の回りの外国文化を調べようということで アメリカに住む友達とスカイプで交流をして情報収集を行いそこから学習を発展していきました6年生は平和について自分の考えを発表しました3学期には堀江探偵団4年生防災サミットを開こうここでは石巻の先生から防災に関する児童の発表についてのアドバイスをいただきましたまた 4年生を対象に5年生の行事の良さを伝える CM 作りを行いました6年生は地域の方に感謝の気持ちを伝える成果物を作ろうということで 3D ソフトを使って 3D プリンターをで製作物を作成しました成果です。3会社から 思考力を深めたり広めたりすることに効果的かという質問項目に対してとても良い数値をいただきましたまた文章でも参加者から肯定的な意見をいただきましたさらに、えー、個人が相互に交流し探究し合うことで学習が深まりましたまたルーブリックをもとに評価活動を行ったことで自己評価 他者評価をより効果的に行うことができましたアドバイザーの永田先生からは総合的な学習の時間における効果的な ICT の活用ができている情報の収集、整理分析、まとめ表現の探求の過程ごとの適切な IC 活用ができているというふうにいただきました課題ですさらに情報活用能力を高める授業のデザインルーブリックを児童が設定する という授業の実践を進めることが必要です永田先生からは、えー、教師が活動の前面に出すぎて板書が多いまた本事案の見直しが必要ではないかというふうな意見をいただきました次年度、えー、平成28年度に向けてはこのような課題をもとに研究に取り組んできました28年度はより児童主体に 教師主導の総合的な学習の時間からの脱却教師が頑張りすぎない児童が ICT を活用しながら主語を先生から子どもたちからへ黒板を子どもに渡そうというテーマを掲げ研究を進めてまいりました研究の視点は次の7点です意欲が持続する課題を設定する対話的な学びを重視する ルーブリックを活用する振り返りを重視するそこで今年度7月2日に公開授業を行いました3年生見つけよう堀江の名人では航ーを歩き堀江の名人を調べまとめてプレゼン発表をしました4年生は集めたデータをエクセルでグラフ作成を行い分析し考えました5年生は 自分たちで考えたまちづくりのアイデアを区長に提案するプロジェクトを行いました六年生は地域の良さを伝える効果のメロディーにのせる歌詞を作成しましたこのように研究の視点を明確にしたことによって本年度は問題意識を明確に持つことができ児童のより主体的・共同的な姿が実現しました 今後の課題と計画です今後は児童がさらに主体の授業デザインを構築していく必要があります。黒板を子どもに渡すという児童主体のイメージを全教職員で共通理解すること総合的な学習の時間以外でどのように児童主体の学習を進めていくか委員会学級活動クラブ活動 さまざまな場所での児童の育成が必要になってまいります ICT を効果的に活用する授業も探求していきますさらに情報活用能力を育成する必要もありますそして堀江小学校独自の総合学習と ICT 活用探究学習のモデル図を作成することにしています今後の計画はえ次の通りです以上で 堀江小学校の成果報告を終わらせていただきますご清聴ありがとうございましたありがとうございました